カナーンドックはイスラエル原産の犬種である。ヘブライ語ではケレフクナーニという外見により古くから存在していた犬種のように見られがちだが、カナーンドックとしての歴史の始まりの年は1935年である。地雷探知犬として訓練ができる犬種を作り出すため、古来から存在しているパリア犬タイプの犬種を改良して新犬種を生み出す計画が立てられた。 イスラエル及びパレスチナには野生化した野良暮らしを送る犬種がいて、その容姿は4タイプに分かれていた。選考の結果、カナンドックのベースとして、その1タイプが選ばれた。選ばれた理由は、嗅覚が優れていて、しつけがよく入り、程よい警戒心を持ち合わせていたからであったと言われている。そして訓練を行って改良、ブリーディングし、新しい品種が完成した。 カナアンドックは地雷探知犬として大いに貢献し、嗅覚で地雷を爆発させることなく探し出し多くの人命を救ってきた。また、警察犬として治安の維持や事件の解決に協力したり、盲導犬としてパートナーの目となったり、番犬として家や工場を泥棒から守るなどの幅広い活躍を行っている。近年は諸外国にも輸出され、 アメリカ合衆国にも1965年に4頭が輸入され、現在1000頭近くが飼育されている。国際畜犬連盟には1973年に公認犬種として登録され、イスラエルの国犬及びイスラエルケネルクラブのシンボルとしても認定されている。原産地では国民的な人気が非常に高く飼育されている頭数もかなり多い。日本犬によく似た。 スピッチタイプの犬種で、原始的な姿を止めている。素食にも耐えることができ、暑さから身を守るために地面に穴を掘って涼むことが、得意である。立ち耳、薪をまたは釜を出こうとは、ショートコート、毛色の制限はない。体高48から61センチメートル、体重16から25キログラムの大型犬で、性格は内向的でおとなしく繊細だが、 警戒心と防衛本能が強いという一面もある。見知らぬ人に対してはなかなか心を開かず、後ろ足の間に尾を挟んで、怖がって吠いてしまうことも多い。しつけが入りにくいと酷評されることもあるがそれは間違いで、叱るのではなく褒めてしつけることによって、飲み込みが早くなり、潜在能力を伸ばすことができる。運動量は、やや多く、かかりやすい遺伝的な病気はない。 盲導犬としては従順で、優しくパートナーを支える。警察犬としては、献身的に仕事を行い、主人の命令にはどこまでもついて行き事件の解決などの手助けをする。番犬としては、不審者を見つけるとよく吠えるため優秀で、あるが、怖がって吠えている場合でも近づくと噛まれる。危険性があるので現地では、注意が必要である。地雷探知犬としては、 鋭い嗅覚を生かして確実に迅速に地雷を発見する。ありがとうございます。